傍聴に来た国会議員は発言してはいけません、ルールとして、今日は常識の上、参議院とは思えないほどですね、この立憲民主党、共産党の人たちが来てですね、声を出してました、一つ許せないのは、向こうにいたピンクのシャツ着た、事務局に聞いたら、東京新聞の望月という記者だそうですけれども、彼女が何回も発言しましたね、皆さんも聞いてたでしょう。あってもならことですよ これは事実家に上がって厳重注意なりですね。あるいは主題としてのルール、しっかり守るべく、ね、私は立たせてもらいたい、このことをお願いして質問を終えます。はい